皆さんこんにちは、マーチトラベルです。おたび今回の Vlog3 では最高に美しい景色から最悪の思い出まで盛りだくさんでお届けします。今ロイヤルハワイアンセンターのディーン&デルーカにやってきました。朝7時です。整理券を取りにやってきました。ちょっとねもう5分以上待ってるんですけど、まだまだ進まない感じではあるんですが、鳥の声もさえずってるし爽やかな風が吹いてるので苦にならないです。あちらの正面に見えるのがシラトンです。で右に振るとこちらがディーン&デルーカです。すごい行列。やりました。30分くらい並んでようやくゲットしました。なんかねついつい釣られて買っちゃったんですけど、買う予定がなかったものまで買っちゃったんですけど、大きいこのブルーのトートバッグとあとちっちゃいトートバッグ、これねそれぞれ夫婦で、一緒には絶対持ちませんよ。お揃いでね一緒には持ちませんか。でこれがね限定のやつです。あ小さいサイズなんだね、かわいい。で私が使ったレジは、クレジットカードオンリーって書いてありました。でチップを選ぶ欄があったんですけど、別に食事したわけではないのでチップは、スキップのところをクリックしてチップなしでお願いしました。先ほどのディーン&デルーカと目と鼻の先にあります、すぐ近くにあるこちらのホテルにやってきました。鳥さん鳴いてて気持ちいいです。ロイヤルハワイアンにやってきました。このピンクとブルーの空が映えてめっちゃ綺麗です。泊まってないけどちょっとだけお邪魔していきます。このホテルに泊まっているわけでもなく予約をしているわけでもない状況で、果たして入れてもらえるでしょうか。日本人のスタッフの方がいらっしゃいまして、日本語でお話できたんですけど、名前を伝えまして後で呼びますということで、だいたい15分ぐらいですということでした。15分ぐらい待って名前を呼ばれて入ってきました。ちょっとね敷居が高くて今まで入ったことないんです。で値段もね実はチェックして来てなかったんですけど、まあ楽しい旅行ということで思い切ってね奮発しちゃおうと思います。鳥さんがね狙ってるのさっきから、料理来たら飛んできそう。ピンクパンケーキやってきました。めちゃめちゃ美味しそうです。3段かな、結構ボリュームもあります。でこれが旦那さんが注文したフレンチトーストです。これも美味しそう。ここのねお花もピンクなんです。かわいい。これねよく見たら4段でした。3段じゃなくて4段ありまして、でねこのホイップクリームを乗せて一緒に食べるとめちゃめちゃ美味しいです。
ボールルームだよ、ボールルームだよって教えてくれました。うわ、めっちゃおしゃれです。なんかパーティーがあるみたい。セッティングしてあります。うー、ダイヤモンドヘッドが見える。うわー、すごい。これぞハワイの景色です。わ、なんか綺麗なお姉さんたちが水着姿で、あ、ちょっと盗撮っぽくなっちゃうからやめます。わー、綺麗です。最高。日差しがちょっと強くなってきた。これは焼けちゃいそうです。涼しいですし、鳥が鳴いてるのでね、すごい気持ちいいです。風がそよいでいて最高。こんなところでヨガやってみたいです。こちらはシェラトンです。だったシェーブアイスのところが割と空いてたので、せっかくなのでいただいてみようと思います。レインボーって言ってなかったっけ。リリコはクレジットカードにしてノーチップにして名前を入れています。指で、うん、これで OK。リビゾーさんがいます。おいしそうです。10分ぐらい待ったけど11ドルくらい。いただきます。レインボーっていうやつです。氷がきめ細かい部分とシャキシャキの部分があって、これが多分タピオカみたいなやつも入ってます。肉焼けないよ。うん、美味しい。マシュマロもありますよ。うん、あ、本当だ。なんかマシュマロみたいな牛皮みたいなのもあったりとか、あとここにリリコイ、パッションフルーツみたいなのもかかってます。ガーデンインに戻ってきました。宿泊しているホテルです。今ヒルトンガーデンインに帰ってきました。いや、景色が素晴らしいですね。ちょっとの望遠にしないとなかなか海がね見えないんですけれども、パーシャルオーシャンビュー、めっちゃ気持ちいい景色です。で、午前中なんですけど、やっぱり日差しがかなり強くて、でね、海の色もすごく綺麗に見えます。
そう歩いてるだけでもすごく楽しいけど、やっぱり車に乗るとね、範囲が広がるし、見える景色も違うので、これはやっぱり格別です。すごい、これレンタカー会社の方が置いてってくれたんですけど、お水、おお、ミネラルウォーター2本入ってます。嬉しいお心遣い。そしてこんな氷もね、ちゃんと入ってて冷えてます。嬉しい。スターレンタカー食べたいなって言ってたら、ちょうどお店の前通ったので行ってみたいと思います。ハワイを代表するスイーツ、マラサドを広めた老舗ベーカリー。お値段も良心的です。はい、今出来上がりましたよ。だいたい10分くらい待ちましたけれども、熱々です。めちゃめちゃ美味しそうです。シナモンと、あとこれがリリコイ、中に入ってあるパフです。美味しそう。マラサダパフと、あとシナモンのマラサダ。一番ウエストに乗りました。これからカイルワ方面に向かいたいと思います。ちなみにナビには日本語が表示されていて、で音声も日本語ガイドです。 21B の出口を出ます。続いて分岐を右方向です。海が見えてきました。カイルアンの街でしょうか。トンネル抜けたら青い海広がってます。一眠りしている間にカイルアエリアに到着いたしました。わー、これまたとっても綺麗な可愛らしい街並みです。カイルア到着いたしました。まずはね、こちらをさっき買ったマラサダをいただきたいと思います。まずは普通のマラサダ、シナモン味いただきます。続いてマラサダパフのリリコイ味です。パッションフルーツ、美味しそう。ピンク色。ブーツ&キモズ、残念ながらクローズしております。ちゃんと調べて今度は向きたいと思います。今ハワイ料理のお店に入ったんですけど、レストルームがね、お店の中にないそうで、スターバックスの方だよって教えてもらってキーを渡されました。ハワイってこういうスタイル多いですよね。無事に見つかるかな。お、到着しました。スタバの人に聞いたらこっちじゃないかっていうので来てみましたけれども、大丈夫かな、ちょっとドキドキですが。お、開きました、よかった。今こちらのトイレ使ったんですけど、正直ね、テンションだだ下がり。もう中の様子はとてももちろん映せないんですけど、もうね、すごい、東南アジアとかで結構いろんなトイレ見てきましたけれども、かなり汚いトイレ見てきたんですけど、多分ね、私が今までいろいろ海外旅行した中で最悪のトイレだった。うん、とてもちょっと映像で見せられないのでうまく説明できないんですけど、とにかく流してない、流せなかったのかもしれない。もう過去の人のこう使用履歴がパッと見で分かるような、すごいすごいしね、見た目もねすごいし、匂いもすごい。ごめんなさい、こんな話して、やっぱりトイレはね、日本が最高。いろんな情報はね、旅行前に知り入れていった方がいいかなと思って正直にお話ししました。これからランチ行きます。ブーツ
ランドキモズの並びのハワイアンレストランです。こちらバーベキューポーク、すっごいいい香りです。美味しそう。結構ボリュームもあります。これミニサイズですね。10ドル弱です。でこれがカエルアポーク、ハワイ料理ですかね。カエルアポークのミニサイズ、これも10ドル弱です。でこちらがソフトドリンクです。カエルアポークって多分もしかしたら初めて食べるんですけど、すごいねキャベツがいっぱいなんですね。一回食べてみたかったです。ヘルシーでいいですね。野菜がたっぷりです。普通に使ってただけなんですけど、こんな形状になりました。ハワイ旅、おかたび。この辺の一軒家めちゃめちゃおしゃれですね。このところ住んでみたいです。カイドアビーチやってまいりました。置く場所があるでしょうか。ないですね。このアクセス6っていうところが一番ビーチが綺麗というか見やすいらしいので行ってみたいと思います。アーシングっていうらしいんですけれども、ちょっと気持ちいいのでやってみたいと思います。やっぱりね、めっちゃ気持ちいいです。ちょっと冷たい。めっちゃ気持ちいいです。カイドアビーチ到着しました。ね、こちらがトイレになります。こちらがトイレ。今ね、もうすぐ4時になりそうなんですけど、本当はもうちょっと早い方がね、海の色が綺麗だと思うんですけど、でもまだまだ全然平気ですね。めちゃめちゃこちらも綺麗な色です。じゃがりこにするか、ハワイで買ったマウイスタイル、どっちにしようか悩みます。ハトさんが狙ってる。めっちゃ狙ってる。怖いよ。来ないで、来ないでちょうだい。あっち行ってちょうだい。あそこで餌あげてる人がいるんですけど、あんなに寄ってきてます。ちょっと怖い。映したくないんですけど、こんな感じです。参考までに。
います。あんな感じで、テーブルとベンチがあって、であっちには椅子だけのところもありますし、基本的には何か引いて座る感じかと思いますけれども、多少は座るところあります。可愛いマーケットにやってきましたよ。1932年創業、カイルアビーチのランドマーク的存在です。ノスタルジックな雰囲気で、昔の古き良き時代を彷彿とさせるような雰囲気です。食料品や雑貨だけではなくて、 T シャツとかタンブラーなどお店のオリジナル商品も充実していますよ。お店の名前が書かれたタンブラーとか、あとお店のイラストが書いてあるマグカップもあります。主人がこちらのタンブラーを買っていました。そしてこのバッグも気になってるみたいです。ハワイはね、本当に素敵な商品がたくさん売ってるので、ついつい買いすぎてしまいます。デリやコーヒーのコーナーもありまして、こんなのテイクアウトしてね、ビーチで食べたら美味しいでしょうね。気がついたんですけど、西日がすごいので、これシェードサンバイザー出してるんですけど、日本よりね、ほらこんな感じで全然こうサイズが大きいね、長さが大きいです。こんなのも海外に来ると日本とちょっと違ったりして面白いですね。ちなみにこれね、日産です。日産のベルーサっていう車種だそうです。日本にはないらしいです、こんな違いもあって面白いです。すごい綺麗な夕焼けです。これから出かけるのでゆっくりしてられないんですけど、ちょっとどうしても撮りたくて。あ、すっごい、これは癒されます。マグロブラザーズっていうお店にやってきました。私たちが泊まってるヒルトンガーデンインの目と鼻の先です。徒歩 1,2 分のところにあるんですけど、すごい混んでますね。なかなかちょっとかなりお高くって、まあ、ハワイ価格ではありますけれども、すごい新鮮そうで美味しそうです。デザート食いに手を入れるよ。